どうも、ハイチです。今回のプチ相談はこちら。みんな過去問とかね、問題集やった時に分かんない問題に出会うと思うんですけど、その時にすぐ答え見ていいんですかって、粘った方がいいんですかっていう相談に答えていきますので、よかったら最後までご視聴ください。で、実際自分がまあ勉強してて、まあ、分かんない問題出会うわけですよ、俺も。で、やってて分かんなかったら結構早めに答え見ちゃいます。そんなに粘んない。多少粘るけど、でも本当に、まあ、1、2分粘って出てこなかったら無理かな、みたいな風にやっちゃいますね。で、そう思う理由は、もったいないんですよ、俺、時間が。結局、勉強って何のためにしてるかっていうと、ある、新しくできるようにすることを増やすために俺は勉強してると思ってて、まあ、もちろん、その粘ってさ、そのなんか、この補助線に気づいたぜ、みたいな、そういうなんか経験もね、なんか欲しいですけど、それよりは、まあ、このできない問題をできるようにしようと。で、そのためには、まあ、答え見て理解して自分でできるかどうかを確認するっていう方に、まあ、時間をかけたいなと思ってるタイプですね。まあ、その代わり、まあ、答えを見てだったら、まあ、確認するじゃないですか。で、かなりやる。同じ問題を。その日にもやるし、次の日もやるしっていう。ちゃんと定着させるっていう。その部分にはかなりこだわるというか、時間をかけますけど、その瞬間粘るかどうかって言ったら、本当そんな粘んない。っていうのが自分のやり方になります。ただ、一個、みんなが過去問ね、やるときに、まあ、45分とか時間を決めてガチでやるときってあるじゃないですか。ただ単に、今日ここまでこのページやろうとかじゃなくって、平成何年度をガチでやりますみたいな。で、時間を決めてチャレンジするときはちゃんと粘ります。これは。で、なんでかっていうと、試験本番のときにも当然同じシチュエーションが出てくる。わかんないものが出てくるじゃないですか。そのときに、どういう、まあ、わかんないものがいっぱいあったとき、何問かあったときに、どっから粘るのかっていうのは、その瞬間に自分で計画を立ててやんなきゃいけない。限られた時間で少しでも多くの得点を取んなきゃいけないからね。だから、その練習もしなきゃいけないんで、ガチで解くときはちゃんとやる。まあ、粘ってね、こう、どっから粘ろうかな。まずここがいけそうかなとか、その辺を分析というか、感覚をつかまなきゃいけないので、そういうときはちゃんとやりますけど、普段勉強するときは自分はね、そんな粘らないで、ちゃんとできるようにする。できることを増やすっていう方に時間をかけていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。